毎年池上先生からは春高の本戦に行くためにはこの大阪の春高予選が一番1年の大会の中で大切になってくるっていうふうにおっしゃっているので、まずはその春高っていう大きな大会を見せずに、まずはこの大阪府での決定戦をしっかり1勝を全員で勝ち切ろうっていうふうにチーム内で話し合いました。今年のチームは身長が高い選手が多いし、そのアンダーカテゴリーでその海外での経験もしている選手が多くいるので、その経験と高さを生かした攻撃力を武器に戦っています。自分が意識したっていうよりかは、その今までの先輩たちの姿を見て、こう先輩が上っていうのではなくて、やっぱりチームとしてバレーボールは戦うので、そういう部分で3学年ちゃんと意見も言い合えるような関係性を作るっていうためにも、こうさっきみたいな雰囲気でできている部分はあります。キャプテンは監督から決められるのではなくて、自分たちで話し合って決めるんですけど、自分は中学の時に副キャプテンっていう立場でやらせてもらってて、で高校入ってからは1年生の頃からコートに立たせてもらっているので、その経験を自分が3年生になった時にチームに対して恩返ししたいっていう意思があったので、キャプテンを立候補して、それでみんなにこう意見とかももらってやらせてもらう形になりました。やっぱり人数が多い分、自分から多くの指示を出していかないといけないし、チームがその一つ一つの大会に向かって気持ちを一つにするために、3年生がまずはまとまってやることを意識していて、その中で練習中もそうなんですけど、それ以外の私生活の部分であったりミーティングっていう場も自分たちで設けさせてもらって、話し合いの回数を増やすことを意識してきました。負けた後やっぱり立ち直れないっていう日が続いたんですけど、やっぱりそこで下向いててもやっぱり次の大会がある中で目標を立ててやっていかないといけないので、その時もやっぱりチーム内、特に3年生でもっとまとまっていかないといけないっていうのをしっかり話し合って、次の大会に向けて気持ちを作っていきました。インターハイは今年初戦で負けて、国体も決勝まで行ったんですけど、やっぱり優勝っていう目標にはこうたどり着けなかったので、3年生にとっては春高っていう全国大会が最後になるので、自分たちが一番悔いのない終わり方ができるように、そのための残りの時間をしっかり一生懸命頑張ってやっていこうと思います。できてへんもんなるんですけどな、意識があるかないかやな、それの。この3年生になってから試合全然出てなくて、怪我とかで出てなくて、で最後1本決めた時は戻ってきたぞっていう気持ちが強かったです。夏休みでみんな合宿入ってたけど、一人だけ入院生活でみんなと離れてみたいな。もう一生歩けへんのんちゃうかなって思ったり、バレーできるようになるんかなとか思ってたけど、結構手術経験してる人もチームメイトにいるんで、なんかどう乗り越えたみたいな聞いたりはしました。インターハイに合流したかったんで、インターハイの事前合宿から参加したんですけど、もう退院した次の日から合宿行きました。
はい、インターハイはベンチに一応入っていたんで、まあ、裏方のこととかあんまやってなかったんですけど、国体は完全にサブやったんで、もう裏方でいつも動いてくれてる人の気持ちがすごい分かったし、なんかもうその人たちのために頑張ろうって、入ったら春高とかで入ったらもうその人たちのために頑張らないとなって改めて思いました。お母さんにも何回も相談して、もうバレーなんか外側でずっと見とくもしんどいなみたいな話をしてたんですけど、いやでも裏に入ったら入ったで思うこといっぱいあると思うし、なんか自分の成長につながることばっかりやからもっと頑張れみたいな、自分がバレー今までメンバーで来てたのは裏におった人がおるからみたいな言われて、確かにそうやなと思って、もう全力で応援も頑張ったし、なんかもうなんかその置かれた立ち位置でもう全力で頑張ろうって決めました。チームのために戦うっていう気持ちはもう誰よりもあると思うし、まあこの1年間悔しい思いしかしてきてないんで、もうチャレンジャーとしてしっかり集大成見せつけたいなと思います。日本一っていう形で終わったのが去年の夏のインターハイしかないんで、でもずっとベスト4ベスト4で続いてるんで、もう先輩たちのためにもその自分がリベンジしたいなって思います。足1年間ずっと引っ張って後輩に頼ってばっかりやったんで、もう最後は自分がチームを引っ張って日本一に導きたいなって思います。 U20 は経験できたんで、次はシニアで日の丸背負って頑張りたいなっていうのはあります。林琴奈選手うまいです。うますぎます。あれはスパイクもすごいのにレシーブがめっちゃうまいし、なんかもう、もうチームのなんていうんですか、柱みたいな、かっこいいなと思います。めっちゃ打つだけじゃなくて、なんかバックに入っても嫌がられる選手やなって思うんで、拾うしバカタックも打つしみたいな、だからそれは自分も真似してます。バックに下がってもサーブで攻めたりレシーブ頑張ったりみたいなところは意識してます。最初はもう自分が金蘭のユニフォームを着てるってことにただうおーって感じでした。ミスすることを恐れながらプレーしてたっていうか、ちょっと小さくなりながらプレーしてたんですけど、最近はもう出せるというか出さないといけないし、思いっきり出せるようになりました。
今は日本一取ることだけに集中しようっていう感じで切り替える時もあったし、振り返る、ちゃんと振り返って自分の課題とかしっかりやる時もあったんですけど、やっぱり悔しいっていうのがずっとあります。今でも安定させようみたいな、攻めるけど不安定、ミスも多かったんですけど、そこからどんどん技術面で言ったらサーブを磨こうってなって、中学校の時もやってたんですけど、体育館を借りてちょっと打ったりとかして、意識の方だったらもう練習の一本一本大事にしようっていうことで、流さずにやっていこうっていう感じで。緊張もすると思うんですけど、やっぱり楽しむっていうことを忘れずに思い切ってプレーしたいです。日の丸のユニフォーム着て活躍できる選手になりたいです。林琴奈選手なんですけど、なんかプレーももちろんすごいし、わーって驚かされるプレーもあるけど、それを安定してどの試合でもその出せてて、やっぱり日本に欠かせない存在だなっていうのは思うので、自分もそういう風な選手になりたいっていうのはもう見ていつも思ってます。大先輩ですね。大先輩です。サーブには自信持ってるのと、あとはレシーブ、サーブキャッチがまあ、なんかできるって言い方あれなんですけど、そのできるところだと思ってます。こっちかな。ガッツポーズお願いします。